南米などを歴訪中の岸田総理大臣は最後の訪問地ブラジルのサンパウロで中南米向けの政策スピーチを行い、人間の尊厳を重視した日本と中南米の新たなパートナーシップを訴えました。では同行しています福田記者の報告です。日系人が世界で最も多い町、ここサンパウロで日本の総理として10年ぶりに行う中南米政策スピーチはキーワードを道のりとし、中国を意識したものとなりました。私たちの協力は世界に向けて明るい未来への道のりを光で照らすものです。分断対立ではなく協調へ、経済的威圧などは到底認められるものではありません。岸田総理はスピーチの中で人間の尊厳や法の支配の価値観を共有し、世界をリードすることを呼びかけました。さらに中南米への影響力を強め、威圧的ともされる中国を念頭に、力や威圧ではない信頼関係に基づく経済関係が公正な豊かさにつながると指摘し、協調に基づいた日本と中南米の連携を訴えました。岸田総理は現地の日系社会の代表者とも面会し、同行筋は日系人が中南米との橋渡し役を担ってくれていると関係強化に期待を示しています。ただブラジルとの共同声明では中国について直接的な言及を避けるなど、中南米諸国との温度差も垣間見え、岸田総理が目指す道のりが実際に実行できるかが今後の課題です。